皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、韓国の嘘を真っ向から否定する論文がアメリカで掲載されるということを取り上げていこうと思います。韓国の嘘といえば、まあ様々あるわけですが、今回の話題の中心となるのは自称慰安婦の話についてです。韓国は自称慰安婦の人たちについて、これは日本軍が日本政府の指示に基づいて多くの女性を強制連行して奴隷化したといった主張を世界中に向けて発信し続けています。しかしこれは明らかに間違いであるということが、これまで多くの日本側の検証によって明らかになっていますが、今回の話というのはそうした日本国内における検証ではなく、アメリカにおける研究とそれに伴う論文の発表です。この話というのはどうしても日本と韓国といういわば2つの国の間の話として語られることが多いわけですが、第三者の視点、より中立的な、そして専門的な意見として今回のことを研究し、そして韓国の主張というものが全くの間違いであるということを語る上で非常に重要な行動となります。それでは、韓国がこれまでついてきた嘘というものを完全にひっくり返す論文といったものがどのようなものなのか、記事をお聞きください。世界に広まる慰安婦イコール性奴隷説を否定。アメリカハーバード大 J. マーク・ラムザイヤー教授が学術論文発表。慰安婦問題をめぐっては、日本軍が戦前朝鮮出身の女性を性奴隷にしていたというイメージが世界に広まっている。最近ドイツでもこうした主張に基づく慰安婦像が新たに設置された。こうした中、アメリカハーバード大の J. マーク・ラムザイヤー教授が、慰安婦が当時政府規制下で認められていた国内売春婦の延長線上の存在であることを理論的実証的に示した学術論文が3月刊行予定のインターナショナルレビューオブロー&エコノミクス誌65巻に掲載される。アメリカの高名な会社法学者であるとともに、日本研究の大家でもあるラムザイヤー教授が他の専門研究者の査読を経た学術論文で、慰安婦イコール性奴隷説に異を唱える議論を展開した意義は大きい。教授は、いかなる対象であれ、人間は与えられた条件の下で自らの利益を追求するという経済学の手法を用いて分析する。慰安婦もその例外ではない。本論文では、他の研究者の業績や当時の日本朝鮮の資料に基づき、朝鮮人慰安婦も日本人慰安婦も公認の売春婦であり、日本軍に拉致され売春を強いられた性奴隷ではないこと、慰安婦をめぐる問題点は朝鮮における募集業者にあったことが指摘されている。太平洋戦争における性サービスの契約用紙、日本軍が東アジアに進軍し退却した1930年代から40年代にかけて、軍は兵士が現地で性病に感染し病気が蔓延することを恐れ、リスクをコントロールしようとした。そのため軍は海外軍事拠点近くに民間業者が半公式の売春宿を設置することを促し、売春婦の定期的な検診をはじめ厳格な衛生管理を業者に求める代償として、兵士が他の売春宿を利用することを禁止した。売春婦は業者によって主に日本と朝鮮から集められ、軍に協力する売春宿は慰安所、売春婦は慰安婦と呼ばれた。慰安所は当時の日本や朝鮮にあった公認の売春宿の海外軍隊バージョンであった。当時の日本における売春ビジネスの実態はどのようなものだったのか。売春は許可制であり、毎週の検診を義務付けられ、1924年には5万100人の許可された売春婦が1万1500ある公認売春宿で働いていた。公認の売春婦の職を求める女性は多く、1920年から27年の間、東京では求職者の 62% しか職を得られないほどだった。その結果、確実なデータはないものの、非合法の売春婦が公認のそれと同じくらいいたとされる。公認の売春婦は以下のような年期暴行契約の下で働いていた。前借金が本人または親に支払われ、全額返すか契約期間満了のどちらか早い時点まで働く。1920年代半ばの前借金の水準は1000から1200円で、無利子、最も一般的な契約期間は6年で、部屋と食事は売春宿が無料で提供する。売上の3分の2から4分の3は売春宿が取り、残った額の6割は前借金返済に、4割は本人に渡された。1925年の東京の売春婦の場合、返済相当分が393円、本人受け取り分が262円で、合わせて年655円。ちなみにラムザイヤー教授の別の論文によると、1926年の女性行員の年平均賃金は312円である。売春宿が売春婦を騙して借金漬けにしたと主張する歴史研究者がいるけれども、
少なくともそのようなことは大規模には行われなかった。実際、売春婦の平均労働期間は3年程度、つまり標準的な契約期間6年の半分で返済を終えている。売春婦の年期暴行契約はゲーム理論でいう信頼できるコミットメントのロジックに従っている。若い女性は売春が危険で過酷な仕事であり、たとえ短期間従事しただけでも自らの評判を損なうものであることを理解しているので、十分な報酬が得られるという信頼できる保証を求める。一方、売春宿は売春婦が顧客を満足させるよう動機づける必要がある。期間に上限を設けた上で、最初に売春婦に大金を支払い、顧客を満足させればさせるほど返済が進み、早く辞めることができるという年期暴行契約は、両者の思惑が一致したものとなる。当時日本では改革論者が売春禁止を主張していたけれども、募集業者によって女性が売春宿に拉致されているという批判は絶無に近かった。売春婦自身による募集業者や売春宿に売春を強いられているという訴えも稀であった。改革論者の批判の対象は娘を売春宿に売る親であった。日本統治下にあった朝鮮でも日本と同様のシステムが導入されていた。朝鮮では相対的に非合法の売春婦が多く、そもそも慰安所ができる数十年前から朝鮮人女性は海外で売春婦として働いていた。海外の戦地に慰安所を設けるに際し、日本政府は政治的リスクがあることを認識していた。日本国内の改革論者が数十年にわたり売春禁止を訴えている中、純朴な若い女性たちが悪徳業者に騙されて働かされるという事態は、是が非でも避けねばならなかった。内務省はすでに売春婦として働いている女性のみ、慰安婦として雇うことを募集業者に求め、所轄警察には、女性が自らの意思で応募していることを本人に直接確認するとともに、契約満了後直ちに帰国するよう女性たちに伝えることを指示した。ただし、朝鮮には日本とは異なる固有の問題があった。それは専門の労働者募集業者が大量に存在し、欺瞞的行為を用いていたことである。売春婦だけでなく、行員も募集の対象となっていたけれども、当時の新聞で報道された募集における不正は、女性を騙して海外の売春宿に送り込むなど、生産業に関するものだった。日本の本国政府や朝鮮総督府が女性に売春を強制したのではないし、日本軍が不正な募集業者に協力したのでもない。業者がもっぱら慰安婦募集を行っていたのですらない。問題は、数十年にわたり女性を売春宿で働くようたぶらかしてきた朝鮮内の募集業者にあった。慰安婦は日本国内の公認の売春婦と同様の契約で慰安所に雇われたけれども、重要な違いがあった。遠く離れた戦地で働くゆえ、リスクが高まることを反映し、契約期間が短縮され、2年が通例となり、もっと短い場合もあった。慰安婦は大きなリスクの代償として、他の仕事よりも多く稼いでいた朝鮮や日本の売春婦より、さらに高い報酬を得ていたのである。一部の研究者は、戦争末期に慰安婦募集がさらに進められたとするけれども、事実は逆である。戦局が悪化するにつれ、戦場に赴く男性に代わって、女性が軍需工場に動員され、売春婦も売春宿から工場に移された。女性たちは慰安所と1から2年の年期暴行契約を結び、多額の前借金を受け取って戦地に赴き、契約期間を務め上げるか、期限前に前借金を全額返済して故郷に帰っていったのである。自称慰安婦の問題というのは、それこそ朝日新聞を発端として嘘で塗り固められたストーリーで世界中に日本を貶めるという話が広がり続けている非常に大きな問題です。今回の話はそうした意味においては、日本、韓国というこの2つの国以外の場所において、しっかりと冷静にそして客観的に調査が行われ研究されていたということが一つのポイントです。また、論文が発表されるその際には、その前に査読というものが行われます。つまり、この論文というものが本当に正しいかどうかというのをより多くの人々が発表前に確かめるという作業があります。ですから、私が思い立って、さあ書いたよといったものがすぐに論文として発表されるわけではなく、まず発表前の段階において多くの人々の目にさらされ、その中において指摘を受けて修正点があれば直していき、その末に論文というものが掲載されるという段取りとなります。ですから、論文として発表されますよというのは、つまりそうした査読を通り越した末で発表されるものであり、この研究というものが十分に検証に耐えうるものであったことを証明しています。だからこそ今回の話というのは非常に重要なのです。さて、それでは今回の話をするにあって、そもそも現代と当時の時代の違いというものを十分に認識する必要があります。
例えば文化的な違いというものがあります。現代においては日本では職業としての娼婦といったものが認められているわけではありません。昔であればそれこそ吉原のような売春街といったものがあったわけですが、現在においてはそのような公認の場所といったものも、そして公認の職業としても認められているわけではありません。しかし当時はそうではありませんでした。現代と全く同じように求人広告を出して、それによって募集を受けた人たちが集まってくるということが普通に行われていました。ですから戦後になって今回の問題を検証する際には、当時の新聞広告で募集が出されていて、それが非常に高賃金であるといったことも分かっています。今回の論文の中においては、そうした高賃金の話というよりは、まずは平均的な年収として十分にその当時の給料水準に見合ったものが払われていたことが分かっていますし、また戦場に近ければ近いほど、いわば危険手当的に給金が上がっていった事情なども少し書かれていました。そして仕事に見合った報酬を得ることによって、契約期間というものもどんどん短縮が可能であったことが分かっています。このような事実に対して韓国は様々な嘘を上書きして広めていったわけです。それこそ求人広告のような形ではなく、日本軍が自ら各地で女性を強制連行して収容所に押し込み奴隷化していたというストーリーが広げられてしまったのです。現実にはそうした政府や軍が直接手を下して強制収容所に送り込むといったようなことは、全てが嘘で塗り固められた創作です。現実に起こっていた問題というのは、今回の論文で指摘されているように、朝鮮半島内における反社会的集団が現地の女性たちに対して詐欺や人身売買等によって女性を無理やり売春宿に押し込めていたといったことが大きな問題だったのです。またそうした反社会集団がお金を得る形で人身売買を進めていたことからも、そうした業者に子供を売ってしまう親というのも、それこそ批判の対象となっていたのです。彼らは後に勃発した朝鮮戦争においては、韓国政府や韓国軍の要請に協力する形で慰安婦を募集し、軍にあてがう際にはこれに協力しました。その中においては強制連行といったものも実際に行われていたことが報告されています。また日本軍が日本統治時代には行っていなかった政府や軍の関与といったものが朝鮮戦争の時には行われていました。ですから自称慰安婦問題の時の話として、連れ去られた話を証言する際には、なぜかジープに押し込められて、そして奴隷的な扱いをされたといったような奇妙な話が出てきたりもするのです。当然のように日本軍がアメリカ製のジープなどを利用することはありませんから、自称慰安婦の話というものが戦後行われた軍の関与によって行われた韓国軍による強制連行とごっちゃになっていて、そのために嘘のストーリーを作るための土台となったと言われています。朝鮮半島において自らの利益のために近隣の女性たちを騙して、もしくは強制的に、さらには人身売買を通して奴隷化していた人々がいるということ、事実こそが本当は非難されるべきものなのです。そうした本当に非難されるべきものといったものが覆い隠された状態で、日本に対する不当な批判というものが行われていること、それ自体が打ち消していかなければならない問題なのです。この問題の解決のためには非常に長い時間、人と資金を投入する必要があって、広報をし続ける必要があります。それこそ発端となった朝日新聞に対して訂正記事を書かせなさいといった話などは当然あるわけですが、それだけで話が終わるわけではありません。なぜならば韓国側はそうした朝日新聞がどうなのかといったところはもうすでに関係なく、自分自身でストーリーを作り上げて、自分たちの手によって嘘のストーリーというものを積極的に広げようとする活動を行っているからです。ですからこれに対抗するためには、日本側も全く同じような手段を使って韓国の嘘を暴き、そして本当は何が起こっていたのかを宣伝するための組織を作り、そしてそこに人と資金を投入し続ける必要があるのです。特に現代においては、こうした日本を非難し自称慰安婦の人たちを支援するということ、それ自体が一つのビジネスとして成立し、慰安婦支援団体というものが幹部たちが私腹を肥やしていたといった問題などは、それこそ韓国国内においてですら非難の対象となりました。ですから韓国側のこのような動きを見ていれば、日本側にできる作戦というものは様々あります。今回のようにまず専門家の研究というものを促すことにお金を投じるということも大事でしょう。ですから一人の学者が調べた上で、他の学者がさあどうだったかなというのを調べるのをさらに手伝っていくといったことも大事ですし、しっかりと真実を追った論文というものが発表され
されたのであれば、その論文に基づいてより広報を積極的に行っていくということも必要でしょう。さらにはこうした話というのはついつい各国政府向けといったような形で堅苦しい話になりがちです。しかし世界においてはそうした堅苦しい話だけでは届かない人々もたくさんいます。ですから韓国がいかにして自分たちがストーリーを勝手に作り上げて日本を批判しているか、そのことを暴き立てるようなドキュメンタリーや、もしくは自称慰安婦の人たちを食い物にして自分たちが私腹を肥やしている、こうしたストーリーなどについての小説であったり映画であったり漫画であったり、さまざまなメディア戦略を用いて一般の人々により多く目に触れてもらうといった活動などにもお金を投じるべきでしょう。このような目的がはっきりとしていて、日本人の未来のためにとっても非常に役立つことですから、税金を投入することに関しても日本国民も非難はしないと私は思います。皆さんはこの問題をどのように考えられるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして私の活動が気に入った方はぜひともメンバーに加入してくれると私の活動の励みになります。よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。